心の声を聞こえてしまうがゆえに、たくさんのことに傷ついてきた。誰かと恋をすることも諦め、人と目を合わせることも恐れるほどに。もし、このテレパスの力を手放すことができたら、ずっと誰にも言えなかった大きな秘密という名の荷物を下ろせたら、どんなに楽になるだろうか。だが、それは同時に世界で一番愛する父とのコミュニケーションが断たれることを意味していた。写真、誠、立川志らくと話すゆり、二階堂ふみ、火曜ドラマ、I love you, TBSK 第8話は、ゆり、二階堂ふみに、究極の選択が迫っている様子が書かれた。テオ、チェジョンヒョプの部屋で見つけた絵本、心が聞こえる少女。そこに綴られていたのは、まるでユーリとテオが出会い、恋に落ちることが決まっていたかのような内容だった。そして、お互いに愛を伝え合った二人のその後についての描写も。しかし、ラストまでは目を通すことができなかったユーリ。ただ、気になるのは二人には様々な不幸が降りかかるという予言のような言葉だった。実際に、ユリの周りでは絵本の通りにトラブルが起きる。落雷とひっくり返った亀のイラストは、雷鳴に驚いてぎっくり腰になった亀井、ゴリケンの姿につながり、散らばるお金はユーリの会社に出資予定だった VC の経営破綻を表しているようだった。そして、絵本にはテレパスの能力をなくす方法も示されていた。それは、愛する人と33秒間目を合わせること。ところが、ユリにはこの力があるからこそ会話ができる父、誠、立川志らくがいる。能力がなくなれば、父とは二度と話せなくなる。能力があるからこそ辛いことも多かったが、それを耐えられたのも言葉を発することのできない父と会話ができたから。しかし、絵本には、急ぎなさい、早くしないと、あなたの一番大切なものを失いますよ、という文字が。会社の危機があり、父の容体急変があり、これ以上大切なものを失いたくないと思う一方で、父と意思疎通ができなくなることへの覚悟が決まらないユーリ。そんなユーリの背中を押したのは、他でもなく父の誠だった。意を決して33秒間、見つめ合うことにした二人。最愛の家族と、これがラストの会話だ、というとき、自分だったらどんな言葉をかけるだろうか。そんなことを考えずにはいられないシーンだった。つかの間、夢のような時が流れる。お父さんの娘に生まれてきてくれてありがとう、と誠の口から直接語りかけられる感謝の言葉。ずっと味わえなかったユーリのコーヒーをすする誠の姿に、胸がいっぱいになる。そして、不自由な体にはなったけれど、ユリを守ることができて誇らしかったこと。そして今を、幸せ。だとユーリを安心させる誠の言葉は、まるで抱きしめられているかのように温かかった。だからこそ、この言葉が聞けなくなってしまうことがどうしようもなく寂しくてたまらなくなったユーリの気持ちも痛いほどに伝わってくるのだ。33秒が経ち、涙が溢れて止まらないユーリ。そんなユーリの耳に、お父さんも大好きだよ、といつもと変わらず誠の声が届く。と拍子抜けな気持ちと、本当に良かった、と安堵する思いで、ユリの表情はくしゃくしゃだ。そして気づくのだ、いつの間にかこんなにもユリの表情が豊かになっていたことを。きっと成重街にテレパスの秘密を受け入れてくれた真宙、山下美月の存在も大きかっただろう。そして何より、どんなユリも愛していると伝えてくれたテオの言葉も。まだ、テオにはテレパスについて打ち明けることはできていないが、きっとテオなら大丈夫ではないかという安心感が生まれつつあるのだろう。以前よりもずっと素直に感情を表に出して、笑ったり、泣いたり、くるくると表情を変えるユーリを見ていると、彼女が人と関わることへのためらいを乗り越えたようにも感じた。そんな矢先に明かされた、衝撃の真実。やはりテオはとっくにユーリがテレパスであることに気づいていたということ。そして、様々な不幸が降りかかるという運命も承知の上で、ユリを愛し続けていく覚悟だという。私たちもユーリも、まだ絵本の結末を知らない。だが、もしかしたら、一番大切なものを失う、とはテオ自身のことなのではないだろうか。
そうでなければテオの父親代わりである飯山教授、杉本哲太、があれほど幸せそうにしているテオに、ユリとの別れを提案したりはしないだろう。遠くに行ってしまった人への変わらぬ愛を歌う主題歌の、幾億光年、が、いつもよりも意味深に聞こえて胸をざわつかせる。しかし、テオの決意は揺らがない。僕はユーリさんをずっと愛し続けます、と瞬き一つせず、飯山教授を見つめて韓国語で語りかけるテオの強い意志を感じた。そして、先生、僕はユンテオですから、と微笑むテオ。その笑みには、どんな意味があるのだろうか。絵本に登場する少年とは違う人物であるという自分自身への鼓舞なのか、それとも何か運命づけられた今後を幸せへと導く賞賛があるのか。テオは母親を亡くしたことで、どんなに愛しい人でもいつかは別れを迎えるという現実を味わった。だから、いつか来るであろうその日を恐れるよりも、いかに今この瞬間を共に生きる愛する人に、その思いを伝えることがいかに大事かを知っているのかもしれない。これまでのユリに対するストレートな愛情表現も、決して勢いだけではなかったということだろう。いつだって最後の会話になっても悔いはないように。惜しみなく愛を伝え続ける大切さを、テオに教わったような気がした。